皆さんおはようございます。2022年3月の29日ですね。衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 B です。空港通り道路をまっすぐ南に行ってます。ありがたいですね。佐賀空港からの飛行機に乗ることができます。これが止まってた時はですね、福岡空港から朝間に合うためには行かなきゃいけなかったんですね。減便っていうやつですね。ここから韓国あるいは台北あるいは上海、東京行くより近いんですよね。それぐらいアジアのハブの、まさに LCC もガンガンとコロナ前は飛んできてですね、本当にこうアジアの玄関のような様相を、まさに23歳の時に、佐賀空港をハブにしてですね、世界の中でやっていこうと、その構想したことが現実になってきたわけですね。まあ、ところがこのコロナで一時止まってきましたけど、また復活してね、頑張っていきたいと思います。昨日は河野公園、そして、田布施川河畔からのですね映像を皆さんにお届けをしました。加えて県庁前ですね、二郎さんのいる大楠の太郎さんじゃなくて二郎さんですね、お堀の前の桜ももう本当に満開でした。多分次佐賀に帰ってきた時には桜も大部分が散ってるんだろうなって思うと、まあ儚いですね。儚いからこそ今をこう全力でですね生きるっていうことが大事なんだなと思いますね。さまざまな音楽や文学作品、絵画、城滝先生の絵画展にも行かせていただいて、まあ、母になんか2回も行って、それからロマン座ではですね、音楽会があったそうで、そういうその心をこう豊かにするそういったものに触れられるってとっても大事ですね。でそのためにもですね、世界共通の人類普遍の価値、さっき A でも申し上げましたけど憲法97条というものをですねぜひ読み返していただきたいんですよ。97条に何が書いてあるか、あそこに書いてあるその信託っていう意味、過去現在未来、未来においても未来の日本人よ、これを頼んだよと、敗戦のですね廃墟の中、原爆を人の上に落とすと、そんな生きてる人の上にですね原爆を使うと、もう人類史上未曾有のですね悲惨な被爆を私たちは経験してるわけです。で、都市部にも焼夷弾が落ちてですね、どれほど多くの向こうの国民が亡くなったか、日本の国民だけじゃないですね、そこに住んでいる方々が亡くなったか、その廃墟の中から立ち上がってきた誓いなんですよね。過去の日本人から今そして未来の日本人に対する信託でもあるわけです。でこの信託を無視しようと、こんなものは普遍的価値じゃないと、
人間の尊厳、人権というものが普遍的な価値でなくなった世界を考えてご覧になってください。今戦争の画像が、どうぞ皆さん気をつけてご覧になってくださいね。もう心のトラウマになるような画像、それは戦争の現実を報じるっていうのはとても大事なことですけども、それは誰にでも受け入れられるもんじゃないですね。人を人でなくする力、何が起きてるか、捕虜に対する虐待であるとか、あるいは市民同士の虐待であるとか、でそういったものをスポーツの世界にも持ち込むのはやっぱりやめてほしいですね。特定の国の選手団を排除すると、選手団にその責任はないわけですよね。でこの97条の持つ意味、これは日本国憲法の第11条に公報する条文ですね。もちろん学校の憲法の授業ではですよ、そのなんで その第10章に置いてあるんだとか、まあいろんな話がありますよ。制定過程においての話もあります。しかし信託っていうところをしっかりと考えて、皆さんにこの持つ意味をですね、共有していただきたい、そう思います。アメリカの神経学者の坂井俊之先生がですね、このことをリツイートしてくださいって書いてあったんで、私もそのままの条文を添えて、リツイートしました。戦争に向かってですね、勇ましいことを言う人たちは、自分は戦争には行きません、そして真っ先に逃げて、真っ先に責任を自分は関係ないっていう人たちです。そういう人たちの先導に駆られては絶対にダメですね。で私も昨日、あんたこの頃テレビに出されんよねって、そうね、電波オークションを言い出してからピタッと止まったよねって。皆さん、世界はですね、電波を、ここも桜並木ですね、電波先進国ほとんどオークションです。これ国民の財産である電波を使うにあたってはですね、オークションでしっかり高い札を入れたところがですね、電波を使えるわけです。今のように横並びでですね、外資規制違反をしても免許の取り消しもなし、言いたい放題やりたい放題、そんなメディアがですね許されるわけがないと、昨日私の友人は言ってましたけども、お前も電波オークションを下ろしたらどうだと言うけど、それはおかしい、世界でやってることをなんで日本でやらないんだと。例えば4兆円とか5兆円入ればですよ、その消費税とかも上げなくていいでしょと言うんですけどね。じゃあ皆さん、空港に着きました。こんな近いんですね、本当に便利なところに住んでます。では皆さんごきげんよう。まだ誰もいない誰もいないって、もう本当は入っちゃってるのかな。そうだ、では失礼します。